2020年、埼玉県さいたま市の路上で自転車に乗った女性が押し倒され刃物で襲撃されました。事件の被害者に寄り添う立場であったはずの男が加害者となった恐怖の事件について追っていきます。事件は2020年3月16日18時ごろ、埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目の路上で通行人から男が女性を刺していると110番通報があったことで発覚しました。通報を受けて警察と救急隊が現場に駆けつけ、女性はすぐに病院へと搬送されましたが、約45分後に帰らぬ人となってしまったことが確認されました。刃物で襲われ命を落としたのは少年鑑別所職員で当時53歳の浅野紀夫さんでした。事件当日は現場そばにある少年鑑別所で仕事をしていて、勤務を終えて一旦帰宅後、自転車に乗って買い物に行くところを襲われたのです。そして紀夫さんを襲った犯人の男は現場から逃走することはなく、刃物が胸に刺さった紀夫さんを見ながら現場に残っていました。警察はこの男を現行犯逮捕し、殺人事件として詳しい経緯を調べるため捜査を進めていきました。すると紀夫さんと犯人の関係、そして事件に至る経緯が徐々に明らかとなっていきました。犯人の男はなんと紀夫さんの夫であり、臨床心理学と犯罪心理学を専門とする私立大学の准教授で51歳の浅野忠でした。事件の加害者被害者の心情を深く理解しているであろう犯罪心理学者が街中で妻の命を凄惨に奪ったとして、世間に衝撃が走ることとなったのです。一体紀夫さんと忠の浅野夫婦2人の間に何が起きたというのでしょうか。この事件で加害者となった浅野忠は岐阜県で郵便局員として働く父親と専業主婦の母親の間に生まれました。忠には4歳年上の兄もいて、4人家族で生活をしていたようです。幼少期の忠は手がかからない子供だったようで、小学生の頃から文武両道の優等生であったといいます。そんな忠を母親は頑張り屋さんと評していて、優等生な素養に加えて自身の努力でさらに知識を増やしていきました。中学校ではバレーボールに打ち込みながら勉学にも励み、県内でもトップクラスの進学校である県立高校へと進学しました。高校でも努力を続け、3年後には一橋大学社会学部に見事現役合格を果たしています。勉強に取り組む姿勢は大学生になって上京しても変わらず、ただしは大学1年生の時から将来は大学の教壇に立ちたいと考えていたそうです。夢を見据えて講義を受けていたただしですが、大学生になって特に興味を惹かれるようになったのが心理学でした。それから横浜国立大学大学院の教育学研究科に進学し、発達障害の子どもやその親と接しながら心理学を深く学んでいます。そして1995年には国家公務員一種の心理職に合格して、法務省に議官として採用される順調な滑り出しを見せたのです。ただしが勤務することとなったのは少年鑑別所や刑務所といった犯罪加害者と関わる場所でありました。犯罪者がこれまでどう生きてきて犯罪に至ったか、いかに社会復帰するかを受刑者と一緒に考えながら仕事をこなしていく日々を過ごしていました。仕事の経験値を高めていく中、2年目の研修の時期を迎え、同期と一緒に研修を受けた際に出会ったのが後に被害者となる紀夫さんでした。紀夫さんも国家公務員一種採用の優秀な人物であり、少年院などで少年たちの更生に尽力する法務教官を務めていたといいます。そして1998年に2人は結婚し、長女が生まれて3人家族で幸せな日々を送ります。プライベートが充実する一方で仕事で学ぶことも続けていた忠は、2003年にアメリカの大学に留学し、より深く心理学を学ぶ経験もしました。学生の頃からの目標であった大学で教壇に立つ夢を追いかけていたのです。次女も生まれて家族が増える喜びに加え、2007年には法務省を退官して、ついに文教大学臨床心理学科の専任講師となりました。この大学での働き口を探して提出した書類は紀夫さんが添削してくれていたそうです。夢であった大学での教壇に立ち研究する道を紀夫さんの協力も得て切り開いたのです。元公務員の教員であり、自身のこれまでの現場経験を踏まえて話ができる忠は、これから公務員を目指そうとしている学生に人気であったといいます。そして心理学を学んできた忠は大学で心理検査の講義などを担当し、犯罪者心理などについて教えていました。また専任講師となった翌年の2008年からは、埼玉犯罪被害者援助センターの理事を務め、相談員の指導も行いました。
ただしは犯罪加害者側の心理だけではなく犯罪被害者の方についても深く学んでおり、被害者支援を中心とした社会的な実践活動にも取り組んでいました。加害者と被害者の両方に細かく配慮していた人物であったのです。2012年には三女が生まれており、ただしはますます仕事にも子育てにも力を注いでいきました。妻ののりおさんと共働きのため、ただしは毎朝三女の保育園への送迎を担当していたそうです。大学の仕事も順調で、優秀かつ女な人柄から学生たちから相談を受けることも多くありました。こうした努力と臨床心理学や犯罪心理学を専門とする研究が評価され、2015年には准教授に昇格しました。努力によって着々とキャリアを積み重ねていったのです。そしてのりおさんの方も家族を第一に考えて産休や育休を多く取得したものの、復帰後からキャリアを確実に積んでいきました。ただ仕事は相当ハードであったようで、朝早くに家を出て帰宅は22時過ぎになることも多かったといいます。子供と過ごす時間がどうしても限られてしまい、ただしと家事育児を分担協力しながら乗り越えていました。それでも仕事ぶりは真面目でありつつ、笑顔を絶やさない明るい性格は上司からも評価されていました。こうしたただしとのりおさんの振る舞いを見ている周囲の人間は、夫婦二人で仕事も子育ても全力投球し、互いに高め合っているかのように見えていたのかもしれません。しかしその実態は違っていました。夫婦仲は以前からすでに冷え切っていたのです。生活態度や子育ての姿勢の違いから二人の間に不満が蓄積していき、ついに夫婦関係が悪化していったのです。2019年春、のりおさんの勤務地が変わったことをきっかけに、一家は埼玉市内の官舎に転居しました。ただしによると、この転居した頃からのりおさんが口を聞いてくれなくなったといいます。何か話しかけても最低限の返事くらいしか返ってこなくなったようです。こののりおさんの態度に、ただしは自分の言動が妻を傷つけたのかもしれないと思い、会話がうまくいかないこともあって、お詫びの手紙を書いて渡しました。しかしこの手紙にものりおさんは反応を示さず、全く相手にされなかったのです。のりおさんが一体何に怒っているのかがわからないただしは、ただただ不安になるばかりでした。その後も何度か謝罪の手紙を書いたものの、状況が改善することはありませんでした。一向に状況が変わらず、不安だけが残るただしは、8月から離婚を考えるようになり、弁護士にも相談したようです。そして9月、ただしと次女の2人だけが神奈川県内へと転居して、夫婦は別居状態となりました。次女はまだ学生であったため、通学に便利な場所として選んだ先であったようです。ただしにとっては、のりおさんと一旦距離を置くことで不安な気持ちが落ち着くかもしれないという期待もありました。しかしこの転居を経ても、ただしの不安な気持ちが休まることはありませんでした。ただしの口座からのりおさんが使用していたクレジットカードの引き落としがなされると、自分の財産を取られると思ったといいます。しかもこれまではのりおさんに対してだけストレスを感じていたはずでしたが、一緒に生活する次女がアルバイトに没頭する姿に対してもストレスを感じるようになっていたのです。ただしが自宅にスマートフォンを置き忘れ、帰宅した時にその置き場所が変わっていると、次女が自分のスマートフォンを見ているのではないかと疑ったといいます。次女と2人の生活が始まって1ヶ月が経った10月、不調が続くただしが精神科を受診したところ、うつ状態と診断されて薬を処方されました。ところがただしの症状は一向に好転することはなく、2020年1月頃には精神的不安やストレスから、のりおさんと次女が自分を自殺に追い込んで財産を奪おうとしていると思い込むようになっていたのです。同居している次女が別居中であるのりおさんの手先となって動き、ただしを追い込んでいるという妄想にとらわれていたのです。もちろん次女にそんなつもりは一切ありませんでしたが、次女の日常の何気ない行動が全て妻ののりおさんからのメッセージだとただしは受け取っていました。そしてどんどん追い込まれ、自ら命を絶つことまで考えるようになっていったただしは、2月に一人で埼玉県内に転居し、大学近くの団地で一人暮らしを始めました。この生活環境の変化に伴い、同居していた次女はのりおさんの元に戻ることとなりました。妻とも別居し、妻の手先で自分を追い込んだと考えていた次女とも離れたただしですが、やはり症状が好転することはありませんでした。この頃からのりおさんや次女に対する殺意をただしは抱くようになり、事件の10日前には刃渡り17センチの包丁を購入しています。さらには犯行計画を立て、のりおさんの行動パターンを分析していたといいます。
後の捜査で何度も現場を訪れ綿密に下見をしていたことが交通系 IC カードの履歴が物語っていました。こうして犯行準備を整えた高志はついに2020年3月16日に計画を実行に移しました。実はその前からのりおさんもしくは次女を襲撃しようと考えていましたが実行できずに16日を迎えたのです。3月9日に次女の襲撃を断念した後には背中を押す、そして胸を押す、人に止められるまで何度も押す、しっかりと仕切る、やらなければ死、刑務所で一生やっていける、相手は自分を押すと考える、この際妻でも娘でもいいといったメモを作っていました。次女を刺せず後悔して書いたというこのメモは自分の内面を変えようとした結果であったそうです。そして決意を新たにした正は事前に調べたのりおさんの行動パターンからのりおさんは仕事を終えると一旦自宅に戻り、その後夕食の買い出しに行くこと、埼玉県庁前のバス停付近を通ることを予測していました。そこで県庁前のバス停近くで事前に用意した包丁などを準備し待ち伏せていたのです。当時のりおさんは埼玉少年鑑別所に勤務し統括専門官として収容者の処遇全般を担当していました。自宅は転居した時から鑑別所に隣接する職員宿舎で、この日も普段と変わらない様子で仕事をこなし17時30分過ぎに退勤していました。そしてのりおさんは自宅に戻り、家にいた次女と夜ご飯何が食べたい、唐揚げがいい、そうじゃあ買ってくるねとの会話をすると自宅を出発。この会話がのりおさんと次女との最後の会話となってしまいました。自転車に乗って買い物に出かけたところ、待ち伏せをしていた正に襲撃されたのです。正はのりおさんを見つけると自転車の後部を掴んでのりおさんを自転車ごと倒しました。いきなり引き倒されたのりおさんは悲鳴を上げるも抵抗する余裕も猶予もありませんでした。仰向けに倒れたのりおさんに向かって馬乗りとなった正は準備していた包丁をのりおさんの胸部めがけて突き立て命を奪ったのです。そしてこの惨劇を目撃した通行人によって事件は明らかとなりました。のりおさんの刺創は2箇所あり、左胸の傷は心臓付近にまで達していたといい、強い殺意を感じるものでありました。防御創は甘く、胸を深く傷つけられたことによる失血死で命を落としたのです。また惨劇の場となったのは埼玉県庁と埼玉地裁の間の歩道上であり、18時でも通行人もある場所でした。そんな場所で突如刃物で女性が襲われ、パトカーや救急車が駆けつけた現場は一時騒然となったそうです。そしてその中で正は逃げることもなく呆然とした様子でのりおさんの隣で正座しており、現行犯逮捕されました。その後の取り調べでは女性を刺したのは間違いないと述べる一方、動機は話さずのりおさんが妻であることも認めていなかったといいます。逮捕直後から妻を知人だと言い捨ててもいたようで、警察は夫婦間のトラブルが事件の背景にあると見ていました。その一方で犯罪心理学者が凶悪犯罪を起こしたとして世間が注目することとなりました。誰よりも犯罪の愚かさを知り、被害者や遺族の苦しみを知っていたはずの男が取り返しのつかない事件を起こしたとして注目されたのです。その後起訴され裁判へと進むと、精神鑑定の結果から正氏が事件前に軽度から中程度の妄想性障害を発症していたことが明らかにされました。夫婦間のトラブルによる家族への憎悪というより妄想の影響を受けて家族に一方的な憎悪を抱いていたとされたのです。ただこの正氏の妄想性障害には家族だけでなく職場の同僚なども気づいていませんでした。正氏が通院した精神科の医師でさえうつ病だと診断していて、妄想性障害は見過ごされていたのです。初公判で正氏はしたことは間違いありません、妻と次女は僕を自殺させようとしていましたと述べていました。妄想性障害だと明らかになってからも正氏は依然として妄想を抱えていたのです。そしてそうした精神に不調をきたすきっかけとなったのは、正氏が妻が口を聞いてくれないと感じたことが始まりでした。今となってはのりおさんの口から当時の様子を直接聞くことはできませんが、のりおさんのスマートフォンには事件の7ヶ月前の真夜中に作成された正氏に対する思いを記したメモ帳が残されていました。そこには次のようなことが記されていたそうです。いつも襖を大きな音を立てて閉め、ぶつぶつと文句を言い家事をしないと私を散々責める、三女の保育園の送迎をのりおさんがやらないと怒り、家にいると息が詰まると言われた、いつも論文を書く時間がないと言ってはいてもやりたいと思ったプールや英会話などを習いやりたいことができている、
自分の思い通りにならないと一晩中文句を言う。また次女もどんな父親であったかを検察官に問われると次のように答えていました。自分の思い通りにいかないと全部嫌になってしまう人、怒ると大声を出したりふて寝したりする、人のせいにすることが多かった。ただしはのりおさんが突如口をきかなくなったと感じていましたが、家族から見ればそんなことはなかったようです。ただそんな家族の言葉もただしは素直に受け入れませんでした。次女と同居していた時、次女は学校とバイトで忙しい日々を送っていて、そもそもただしの様子を注意していなかったといいます。次女はのりおさんの手先だと思っていたただしは次女の言動に追い込まれていったといいますが、次女はそのことに全く気づいていませんでした。しかし次女が当時の状況をいくら説明しても、ただしは次女がのりおさんをかばって嘘をついていると疑っていたようです。さらには次女に対する怒りは今も残っていて、したい気持ちが今もあるという恐ろしい発言まで法廷でしているのです。検察側はのりおさんの行動を予測したり凶器を準備していたことから論理的で身勝手、自己中心的な犯行であったと指摘。その一方で妄想性障害によって心神耗弱状態だったとして懲役10年を求刑しました。対する弁護側は妄想性障害によって妻らにされるという強い妄想に支配され、行動を正常にコントロールできなかったと述べ、心神喪失状態だったとして無罪を主張しました。刑罰ではなく治療が必要だと訴えたのです。そして迎えた2022年6月22日、浅野正に懲役7年が言い渡されました。裁判長は妄想性障害は犯行に大きく影響しているが、論理的思考力、抑制力は一定程度残されていたとして、心神喪失ではなく心神耗弱状態で罪に問えると認定しました。今なお妄想性障害であると見られる正に対し、裁判長は最後に、治療を受けかつて愛情を感じていた被害者をしてしまったことを考えることができるようになった時、きっと苦しむことになると思いますが、刑に服して引き起こしたことを見つめ直していただけたらと思いますと説諭しています。この懲役7年の判決を受け、正側は控訴をしましたが、2023年3月29日に控訴は棄却されています。加害者の心理を知り、被害者支援にも力を入れていたはずの男が妻を手にかけ加害者となったこの事件、あなたは浅野正が起こしたこの事件の結果である懲役7年という量刑に対してどのような感情を持ったでしょうか。妄想性障害は自覚ができず、周囲からは変わった人と認識されるだけというケースも多いそうです。妄想以外の症状がほとんどなく、生活も仕事も普通にできるのは良い反面、病気だと思われない怖さがあります。そんな妄想性障害を患った正は、学生たちからその人柄も含めて評価が高かった人物であり、そんな人が加害者となったことはとても大きな衝撃となっていました。そして正の娘たちからすれば、大切な存在の母親を父親によって奪われたという、遺族であり加害者家族でもあるという複雑な立場に立たされることとなった辛さも残されてしまいました。また次女は命を狙われていたこと、さらには正が法廷でも未だに次女の命を狙っているという発言をしていたことがショックであり恐怖であったはずです。そんな辛い思いをする人を一人でも減らせるよう、治療の進歩とともに理解と犯罪予防が進むことを願わずにはいられない事件の一つとなっています。浅野のりおさんのご冥福をお祈りいたします。